今月もお疲れ様でした。乾杯。乾杯。はあ、どうした？三之助。いや、玲子ちゃんに嫌われちゃったみたい。俺がつまらなかったせいで。え？軽井沢でどんなことしてたの？円周率しりとりとか。何それ？やってみるよ。 3.141 ピークです。超つまんないじゃん。運慶はほぼ1ラリーで詰むよ。離婚の飲み会では盛り上がるんだけどな。あ、今日は飲もう。男同士で朝まで語り明かそう。失礼します。誠さん、お隣座ってもいいですか？あ、お前女だよな。どうぞ。男同士じゃないの？え、童貞すぎない？じゃ失礼します。これ俺の隣じゃなくない？隣ですよ、厳密に言うと。厳密に言わないやつ希望してたんだけど。さ、先輩、今日は愛について語り明かしましょう。愛か。愛にも法則があるからな。例えばどんな法則ですか？オームの法則。いや、電流器具を愛の方に結びつけちゃう強引さで心に電流走った。かっこいいですよ先輩。てかマリン、ちょっと近くない？そうだよ、男女がそんな近づいてけしから。無意識のうちにくっついちゃうんですよ。なんでかわかります？空論力の働き。イオン結合じゃなくて、好きな人のそばにいたいって思うのは当たり前のことですね、誠さん。そう、童貞はここでも結合できないのかよ。下ネタ。とにかくそういうことです。好きな人のそばにね。はい、だから先輩も私のそばに。それって必要十分条件？え、逆も成立するのかってこと。もし今そばにいてほしいって思う人がいたら、それはつまり俺はその人のことが好きなのかな。あ、思い出といえばさ、これよかったらあげる。そばにいたいから会いに行く。それは単なる自己愛に過ぎません。真実の愛は相手に与えるもの。相手が嫌がっている以上、会いに行くべきではありませんわ。そうだよな。うん。マリーの言う通り、しばらく会うのはやめるよ。おい、三之助、代表が呼んでるぞ。はい。真実の愛とは無償の施し。あなたが報われるのであれば、私は何だってできる。三之助くん、何してるのかな。会いたいな。逆にあなたが苦しんで仕方ないときは、私があなたの苦しみを解放するまで。いらなかったら別につけなくてもいいから。どう？え？似合うかな？とっても素敵だ。これが私の愛の形。